搾りです。生純米原酒会津中将室賀初搾り、12月に出る限定品でございます。今の時期に会津産の500万石っていうお米 100% 使用で 60% が精米で、昔ながらの総搾り、爽やかな新酒の風味をお楽しみください。爽やかだね。赤ビゴだべ、なんかまったりな感じ。今日でも優しい味やけど、うん、だからあのグビグビ飲んじゃいけないやつな。苦、本当に少しずつ少しずつ飲むやつね。前はなくなった。これはシェアだべ、うん、いや結構風も吹いてる。多分やばいです。これ絶対明日積もりますね。でもそんなに寒くねえよ。雪バッチリ降ってます。いや一番積もってんじゃねえかというぐらい積もっております。降っております。そんな寒くないです。お、行ったのか BG の方で。いや頑張らないときちゃん。3日からまた雪がすごくなるって、3日4日、ね、帰る時じゃねえか猪苗代とかあっちの方走ってきたから雪道自体は大丈夫。そうやな、こんだけ除雪されてたらな。そういう意味での怖さはないな。だな。でも阿武隈の上登るから分からへんね。あの、あ中途半端に上がるけど、でもなんか大丈夫そうな気がする。そうや、温泉なんか電話したやつなんて言ってた、今準備してるって。あ、そう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 、清掃しながら、あのお風呂はいいでっけど、清掃しながらだから、ちょっとあの世話しないかもしれないって。ちょうどあれやな、いつもの柏屋さん行って、ゆべしと、あれ試食ないんですかって聞いて。ないですで買っていったらちょうど11時ぐらいじゃない雪降った方が寒くない。そうなの、そうなの。知らんかった。こんだけ降ってるのはマイナス5度とかあのね、降ってないところの方がね、そうマイナス8度やった。最高でマイナス 8.9 だったから、ほぼ9マイナス9。もうちょっとでマイナス10度だった。そうそうそう。だけど雪降ったらもう全然寒くない。やっぱちょっとこもるんかな、熱がね。雨降ったら寒くないよね。うん。朝風呂入って帰ってきて、昼に帰る準備を全部して夜に出発するっていう感じですね。一面雪ちゃんと雪国です、この辺も。だ、もう雪しかねえです。いいね。真っ白でございます。めっちゃいいよな、この雪景色って見ることないから。まあ確かに。最後にいつものおばちゃんが、うん、石川まんじゅうのあの抹茶のやつ2個くれた。おお。分かってます。おめえも。決まって次に一緒に散歩行ってもらってた方がもっと思い出なんでねえか。さすがのおばちゃんも覚えてくれたらしいです。どうだ、元気そうでよかったね。これはまだ雪道じゃねえっていうかもしれないですけど、雪のある道だって。そう、これは俺にとっては雪のある道降ってまんな、ほんと一番降ってるよね、来てから。そうなんですよ、昼間には降らんかったもんな、そんなに。
こうなったら太陽光発電もクソもねえなって感じ。ないない。太陽どこだよ。ね、仙台平井詐欺に行くんでねえの？見て、お腹。あらあら、あら、楽しいの。よかった。あら。あいつ押し倒すしかないわ。おいおい、押し倒すしかないな。マヤン楽しいか？空気が吹いてる。大猿ですよ、これ。リョウがなんかちょっと今デジャブを感じる一歩手前ぐらいの量です。めっちゃ美味しそう。もういい。どうぞ。さっちゃんはキノコそばですわ。やってる？でも食べた後だ。何の落ちたもん。お久しぶりにやってきました。山里さん。山里さん。これは滝根にあるやつ。滝根名産椎茸。今回食べれんかったから次回は天そばで。
いただきます。いや美味しかった。まあまあ大盛り多かったです。久しぶりに、ね、結構大盛りなの。ちょっと気持ちのいい大盛りでした、うん、あ、お待たせです。ポワさん、帰って登る準備します。登る登る登る、こらこらこら、帰りましょう。戻ります。お帰り。アスレチックですか、ね、もうこれ雪雪雪、さあ行きましょう。さあ帰る準備だ。名残惜しいけどな、準備してかねえと今日帰れねえぞ。 雪やまねえけど、帰らなかったらいいんじゃないですか。まあ私は6日までお休み。行きます。さて皆様、今サービスエリアまで帰りました。帰りましたじゃないな、サービスエリアまで、うん、戻ってきました。今日の夜夕方ぐらいに出てきたんですけども、夕方出て、ほんで明日の午前中にちょっと着くっていう感じになっておりますので、ね、夜ご飯はコンビニです。もう12時間から15時間ぐらいゆっくりかけて帰って大丈夫な日なんで、うん、もう私たちが最近ヘビーユーズ、ファミマ、ファミマで、ペッちゃんとポアヤンはもうさすがに疲れて寝てます。まあ2人とも今日皆さん起こさない大変なことになる。最終日でな、あの何雪で埋もれたしな。ポアはな、いつは母ちゃんに散歩してもらったから、さすがにね、やっぱりこっちの方走ってきたら全然雪ないね。もう寒いぐらい、うん、寒いのはやっぱりどうしても寒いけどな。そうそう、やっぱ福島すごかったなと思いました。今思ったら、また買ってきたよ。ハイエース のリアハッチの部分、 UI ビークルさんのこう車高パッド貼ってるから一応全面黒なんですね、うん、なんかなんでよう考えたら、それ後ろに投影したらあれじゃね、見れんじゃねと思って。見れるやろ。そうで、それを試してみたかったんで、シネマージュさんにちょっとお願いして、あのレンタル延長させていただいて、はい、持ってきました、うん、ピコパン。音が光ってる。フリッカーが、またあれやな、おきちゃんとこ行って爆弾納豆作ってくれいうとこ。去年は3000人超えましたので、今年こそ去年豊富にしてた5000人、登録者数5000人行きたいと思いますので、皆様どうぞ周りの人に1年1000人ぐらい紹介いただいて、忘れてたわけじゃない、掲げてたね、抱負をね。気持ちとしては5000人行きたかったんですけども、まあ4000人行ったしね、うん、ありがとうございます。本当に皆様嬉しい限りや。行くぞあ、これはね、もう皆さん昔々あるところにヨッちゃんという人がいらっしゃいました。ヨッちゃんは一人で散歩しに沿岸へ向かったそうな。今は捨てようか。怖い一番やべえやつがおった。カッコつけてみた。思い出すわ。めっちゃおもろい。中途半端に聞こえてた。やめた。クソやで。では一旦仮眠して、このまままた進んでいこうと思いますので、おやすみなさい。Some say I'm too tame. Sometimes I'm a smile. Sometimes I'm the rain. 早かったな。早かった。いっぱい雪と戯れられてよかったんじゃないんですか？もうあと数回はね、
あの雪の方に向かって遊びに行きたいと思いますので、次回の動画も楽しみにしていただければ嬉しいと思います。では皆様、今回の森ファミリーマイナス6度の世界へとか言いながらも、一番最低気温 8.9 度、体感してきました。楽しかったなって思ったそこのあなた、ぜひグッドボタンお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。モーリーファミリーインスタグラム、ツイッター、ブログやっております。下の概要欄にリンク貼ってますので、ぜひ見に行ってみてください。ほい、ではまた次回の動画で皆様お会いいたしましょう。ありがとうございました。まぶしい、よろしくお願いします。え？いい顔、いい顔、いい顔。